スピンボックスの例。下にあるのは、チェックボックススピンボタンは、GUI パーツの一種。種として、テキストボックスの横に三角形マークのついた小さな、増減ボタンとして配置され、数値の入力などを補助するためのコントロールである。t v b リモコンで言えば、チャンネル送りボタンや音量ボタンに相当する。スピンボタンのついた、テキストボックスのことは、スピンボックスと呼ばれる。 スピンエディットという名称のコントロールとして提供しているウィジェットツールキットも存在する。ネットフレームワークの Windows Forms ではニューメリカップダウンコントロールとして提供されている。通例テキストボックスには不定値の入力が可能だが、それゆえ操作の自由度が高く、1だけ増やした数などは帰って入力が面倒になる。傾向がある。例えば十九に一を足せば二十であり、 二桁の書き換えが必要である。また、数字以外のアルファベットなどをご入力する可能性も考えられる。これらの問題に対し、操作を増加、減少のみに絞った補助機構がスピンボタンである。一般にわずかな量の増減を行う場合は、スピンボタンを操作する方が高速である。最大。 最小値でループするケースもあり、入力範囲の限定にも有効であることがわかる。スピンボタンを持つテキストボックスにフォーカスがあるとき、キーボードの上下矢印キーでも増減させることができ、またキーを押し続けることで、キーリピートにより高速に増減することができるようになる。Adobe Photoshop では、RGB カラー値などの数値のみが入力可能なテキストボックスは、 スピンボタンはないものの、スピンエディットのように、キーボードの上下矢印キーを謳歌することで数値を増減させることができる。一方、タッチスクリーンを搭載したスマートフォンやタブレット端末など、タッチインターフェースが標準的となっている場合は、小さなスピンボタンの操作は難しいため、このアイコンが描かれた大きなボタンや、スロットのリールに似た数値ピッカーなどが代替として使われる。 例えば iOS ではバージョン5.0以降で有意ステッパーを標準化している。また Android ではバージョン3.0以降でナンバーピッカーを標準化している。ありがとうございます。